松島湾で主に僕らが活動している内容は、アマモ場を復活させる、再生させる、それを利用していく。松島湾で大切な藻場の種類はアマモ場、それからもう一つは本田原の類の赤木場、この2つが非常に重要な生態系上、非常に重要な藻場だということが分かってましたので、それをモニタリングしながら再生していこう、復活させようという活動をしてたんですが、先の東日本大震災の時に 99% 流されてしまいました。ほとんどなくなっちゃって、それをなんとか生態系の起点となるところをどん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 広げていって、水産漁業とか観光の起点になる生態系を元に戻してあげたい、そういった活動を今現在目指して活動しております。私どもが行っております環境調査の一つに藻場分布調査というのがございます。これは地元の漁師さんと一緒に松島湾内にある島を全部回りまして、藻場の分布状況を確認しております。この10年で 30% 程度まで回復しております。震災後の松島湾の底質、そこの土はですね、真っ黒になってしまいました。これはたくさんの、ヘドロが溜まった状態でございまして、改善しないと海藻が生えてこないような状態でございます。福浦橋の周りにもたくさんの藻場がありました。海の環境を守るために我々が考えたのは、橋の上から石を一つずつ投げていただくという考え方です。これは海の変わってしまった底質をですね、少しずつ良くしていくために、いろいろな観光客の方、小さい子どもから、外国人の方から、皆さんでですね、少しずつ石を投げていただいて、それで少しずつですけれども底質を改善していってですね、藻場を回復させたいというような思いがございます。目標とするものがですね、今までは環境をちゃんとしないと水産業漁業ができないよっていう、そういった一対一の関係だったんですけれど、 SDGs っていう17の目標、大きな目標と169の小さな中目標がありましてですね、それで理解していくと、説明していくとですね、別に対立することは何もないんだと。もう藻場があって水産業が成り立つ、それを水産業が盛んになれば観光業も盛んになる、僕らの活動の中で観光客の方とか、それから体に障害の持った人たちと一緒にその藻場を作っていこうっていうふうな呼びかけをすることは、まさに SDGs のそのなんて言いますかね、差別のないところ、なんか環境とは関係ないようなところで理解できると、僕らにとっては非常に大きな目標になったし、そういった藻場の再生活動に臨むことができていると私はそう思っております。環境問題というのはほんの今だけがいいというものではないと思います。これからずっと守っていかなきゃいけない。それをするためには、今我々がやるだけではなくて、子どもたちにも引き継いでいかないと考えております。そのためにこのイベントを企画し、またたくさん広めて、皆さんに参加していただきたいと考えております。